はあ。え、待って、これさ、私、今、何駅目？嘘だろ 嘘だろ、丈太郎。私まだ一駅しか、来てないの。いや、しんどいな。これ次でようやく二駅目なのか。すでにもうクリアできる自信ないよ、私。ああ、めちゃくちゃ楽な異変来ねえかな。待て。まずは電光掲示板を見ろ。大丈夫だね。電光掲示板は何もないね。大丈夫。振り向くなもない。ポスターは？大丈夫だね。絶対あのポスターもなんかあると思うんだよな。目が真っ赤になってるとか。対なんかあると思うんだよな。おじさんは？大丈夫だね。形トランポリン。東西。後ろも一応見るよ。怖いね。大丈夫だね。こっから見た限り空気読みも問題ない。TRPG も大丈夫。多分あのポスターも大丈夫だと思うな。ご相談くださいも大丈夫。大丈夫？おじさんも大丈夫？大丈夫そうだね。あ、いや、大丈夫か？なんか窓の位置が変な気がしたけど。大丈夫だよな？大丈夫だよな？よし。ゲーミングマンションなんかちょっと変か？いや。大丈夫か？メンダコも大丈夫。左のあのなんだっけ？泡が飛んでるようなのも多分大丈夫。一応裏面も確認して大丈夫だね。メタバース横須賀も大丈夫。電光掲示板改めて大丈夫。大丈夫か？ゲーミングマンションも。特に。スマートコアか。左のこれは。今のとこゾーンも大丈夫。気のせいか。なんか、右のポスター変だったような気もしたけど。大丈夫か？シャンプー浴びてる人も大丈夫だね。これ何もない、異変ないパターンかな？これも大丈夫だね。シャンプーの人も平気。横綱も今んとこ大丈夫。右のあれも多分問題ないな。左の IT うんたらも大丈夫だね。あとはゾーンだな。あ、でもあれか。異変が消えるまでお待ちくださいが書いてないから、そういうタイプじゃないか。一応座るよ。お尻にクッションの温け目を感じることで、ちょっと落ち着くので。大丈夫だね。何もないな。何もない。何もない。OK。これで次いけるね。今2まで来たから、次3か。まだ半分行ってないんだな。道のりは長いね。いや、そうなんだよな。異変が出ないと先に進めないっていうのが8番なんだっけ？
8番乗り、あ、違う、忘れちゃった。8番出口と比べて辛いとこだよね。何もないか。本当に？待て、電光掲示板。まずは電光掲示板。振り向くな即死トラップがある可能性があるので。大丈夫だね。電光掲示板は問題ない。振り向いちゃいけないわけではなさそう。東西、目が利くやつも大丈夫。振り向くのも毎回これ怖いんだよな。大丈夫だね。おじさんも大丈夫、大丈夫、大丈夫。オッケーオッケー。ポスター確認。こっちから見た感じ問題はない。反対側に行きまして、空気読み大丈夫。スマートコアも8番トランプリンも多分大丈夫。大丈夫だね。これまた異変なしか。なしならなしで嫌なんだよな、進めないから。いや、あってほしくないんだけど。もちろんあってほしくないんだけど。怖い。メタバース、TRPG 大丈夫だね。何もなさそう。に見えるけどな。ああ、でもそうか。異変があったらのあの紙もないから、そのタイプでもないのか。そうだよな。異変があるまで待ってくださいが、壁紙ポスター異変関係だったらあるはずだもんな。え、これまたもしかして異変引かなかったのか。そんな気がする。そんな気がするな。何が困るって、ただぐだぐだ歩くだけになっちゃうから、配信と動画、あ、ごめん、待って待って。配信と動画的に困っちゃうんだよな。本当に何もないか。車内の異変にはご注意ください。一応振り向くよ。一応振り向くよ。チラーミー。大丈夫だな。二連続異変なしか。ってことはそろそろ出てくるんじゃないか。これ、確率ってどこまであれなんだろう。100億分の1を引けば一生異変が出ないパターンもありえなくはないのかな。それとも頭打ちがあるのかね。4回連続で異変なかったら次は絶対異変があるみたいな。なんか決まってはいそうだけどね。決まってるわ。おじさん決まってるね。これあれじゃん。あの、こっち来るやつじゃん。知ってる異変だな。おじさん頭ない？おじさんゆっくり実況系やってる？ちなみにこれ後ろ戻れる？ダメだ！え、待って！これ、どうすりゃいいんだ？これ前回すり抜けて先行ったら、ドア開けようと思ったら襲われたんだよね。だから、次の車両に行こうとしてもダメなんですよ。電光掲示板は？指示ない。どうすりゃいいんだ？あれ、頭を探してるのか？頭を見つけなきゃダメ？ゆっくりおじさん本体の方を見つけなきゃダメ？どうすりゃいいんだ？先の車両行ったらだって襲われたもんな、お前。でも、戻れないもんな。待って、頭探すにしても、一旦は避けよう。おじさんの席にエモい感じに座って、襲われないって分かってるからゆっくり見られるね。おじさんのこと。おじさん頭、どこ行ったんだ？
考えたのは、そのおじさんの頭を見つけて頭を戻すことによって、そのおじさんが普通になるっていうかなのかなと思ったんですけど、おじさんあれだね、首から下の内臓系も何もないから、もともと頭多分着脱式だったんだね。本当に落としちゃっただけだ。そっか。うん。で、この状態で次のとこに行こうとすると襲われてゲームオーバーになっちゃうんですよ。だから、なんとかしなきゃいけないんだよね。何か攻略を考えなきゃいけないんだけど、いやでもやっぱどっかに頭があるのか。この状態で後ろのドア開けてあげるとかも考えみなかったことにした方がいいのか。これ見なかったことにしよう。どうしようかな。そう、でもさっき後ろのドア開かなかったし、あの状態のおじさんにクリックしてなんかしても襲われるだけだと思うんだよな。ないよな。おじさん頭家に置いてきたんじゃないか。ここにないんじゃないか。これ話しかけるしかないか。何回も言っちゃってごめんだけど次のドア押したら強制的に襲われるから、あのおじさんに話しかけるしかないよな。ヒントらしいヒントの壁紙とかも、ないもんね。話しかけるか。頭ないよね、おじさんの頭。デュラハン説出てきたな、おじさん。話しかけるか。いや怖えな、それはそれで。なんか一回経験してるから襲われたこのおじさんのパターン。何も知らないよりは大丈夫だけど、いや話しかけるしかないよな。いやでもやっぱ怖えな。おじさん大丈夫？クリックするよ。これぶつかんなきゃダメか。ぶつかるかぶつかるか。おじさんにぶつかるか。私これからおじさんにぶつかるね。めっちゃこっち向いたー。これ襲われる？これ襲われる？襲われるんじゃね？襲われるけど結局何の解決にもなってないしな。襲われた方がいいか。襲われるか。どうした？おじさんどうした？おじさん？愛に飢えてるのか？もしかして。ハグしてほしいか？ん？え？クリックしても何もないな。これ本当になんかメニュー欄におじさんに頭を戻すみたいなあったりしないよね。ちょっとそれ疑いすぎじゃない？違う。え？戻る？これ離れて大丈夫か？襲われる？離れよう。あ、こっち向いた。え？どうした？なんでこっち向いた？ん？いや、追尾してるな。こっち追尾してるな。
指示はない、見えてない、頭がないから視界が、ん？それとも前回って走ったからダメだったとか、音で探知してるのか、一定量走ったらダメだったとか。でももうなんかどうしようもないから先行くしかないよなこれ。おじさんクリックしても何もないし、ぶつかっても何もないし、行くしかないよな。指示もないしね。行くっか。おじさん行っていい？襲わない？今度は。行くよ。なんかもう私、それしか方法ないから行くけど、いい？おじさん。返事がなければ了承したものと言えますけど、大丈夫ですか？書類に判を押したものと同意とみなしますけど、いいですか？じゃあ行きますね。ほら。ゼロ番じゃん。あれどうすればいいんだ。あれどうすればよかったんだ。おじさん。うわあ、シンプルな謎解きでわかんない。悔しいな。倒さなきゃダメ？あのおじさんの命を奪わなきゃダメか。電光掲示板ご確認くださいってあるけど。いや、何もなかった。わぁ、ちょっとあれは、攻略見るか。YouTube の。多分、調べてないけど、8番乗り場全異変、まとめ集みたいな動画多分絶対誰か出してるから。それ見てクリアの方法見てみるか。なんだったんだろうなぁ。行くか。なんかもう、地理的にあそこで終わりでもいいかなって思ったんですけれど、これ何もないタイプか。電光掲示板は来たか。これ奴が来たか。あ、奴が来た。出たー。あれ待って、これってさ、あれいいんだっけ、これって次の車両行っていいんだっけ。そうか、私これこの異変出た時ってこの前の首なしゆっくりおじさんでゲームオーバーになったのを受けて先に進んだらダメなんじゃないかって思っちゃったのか。それで振り向いて確かダメだったんだよね。だからこれ普通に振り向かないで先に行けばいいのか。ちょっと嫌がらせしていく？耳元で吐息かけてきてるからめちゃめちゃブレて仕事の邪魔するか。イエーイイエイイエイイエイ、ディフェンスディ、早く行け。大丈夫これ、襲われない？ああ、大丈夫だ。よかった。まあ、これは本当にこれでよかったんだね。ただ、先に行けばよかったんだ。よかった。ちゃんとしたクリア方法が分かって、安心安心。これはどうすればいいんですか。これは弁護士に訴えればいいですか。何をすればこれは正解ですか。顔面に一発やったら正解ですか。これ先進んでいいの？ん？電光掲示板は何にもないよね。振り向いて大丈夫だよね。え、これは、異変っていうか、
ただそういうだけ？異変だから何とかしてくださいじゃなくて、これただおじさんが興味本位で私を撮ってるだけ？ただ興味本位で私を撮ってインターネットに上げてるだけ？しばくぞ。それはちょっと現代ではやっちゃならん行為ですよ。結構な犯罪と一緒ですよ。ネットに上げるのは。おじさん？ちょっとおじさん？事務所通してくださいね。私まだ全然無名の配信者ですけど、いずれはビッグになる夢がありますから。めちゃめちゃ追尾してくんな。そろそろもうなんか遠くない？もうなんか収まらなくない？え、これ言っていいの？これ普通に言っていいのか？何が正解なんだこれ。私もこれスマホを取り出せない。私もあのおじさん撮った方がいいんじゃないの？え、これ言っていいの？何もしないなんてことある？なんかクリックするべき、おじさんのことを。目の前に座る？あーでも電車でこういうのあるよね。前の席の人がスマホ見てんのかこっちにカメラ向けてるのかわからないみたいな。結構怖いよね。私その勘違いされると相手がされるとっていうか、相手が撮られてるかもって思うとかわいそうっていうか失礼だから、カメラ電車内で見るときは必ずカメラの部分手で塞ぐようにしてるんだけど、まあ、それか下の方を向けるかね。相手に変な心配をさせないようにはしてるんだけど、これは確実に私を撮ってるよな。確実に私、もうなんかカメラ上がったもんね、私が今立ち上がった瞬間ね。めちゃめちゃ私を撮るためにだったらもう腰を犠牲にしてるもん、あのおじさん。多分年に相応じゃない腰の曲げ方してるもん。これクリックするべき、当たるべきか、やめなさいってちゃんと言うべきか。じゃないとね、ただ本当に通過するだけだもんね。万が一にもこのおじさんを気づかなかった人がいたとしたら、異変がないって思ってただ進んじゃうことになるもんね。おじさんにぶつかるか。逆上されたりしない？大丈夫？ぶつかるよ。すげえ撮ってくるね。ここまで来たら逆に熱心なファンなんじゃないかって思えてきた。綺麗な手ですね。クリックする？あ、ダメだ、何もない。何もないな。じゃあ行くしかないか。行っていいのか。指示ないもんね。行くか。本当に？襲ってきたりしない？本当に？いいんだ。いいんだ。じゃあただ本当におじさんが興味本位で私をインターネットに上げてただけじゃん。しばくぞ。弁護士に訴えるぞ。なんもねー。いやー、なんかある、なんかあるんですわ。なんて書いてある？いや、探してじゃない。多分探してじゃない。いや、怖い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 。ん？数字か？ん？コマンド書いてある。昇竜拳コマンド書いてある。ん？ 8？8、9、4？
これドアのマークだな。ああー、しかもこのドアあれだ。あの扉だ。自動ドアじゃなくて。894。8回開けて9回閉じて4回開けろってことか。え、合ってる？894、894ね。右に、右から始まって894。ん？いや、でもさ、いや、合ってんのか？開けた時にさ、当たり前ですけど、次絶対閉める動作になるわけじゃないですか。そうするとカウントがなんかめちゃくちゃになっちゃうよね。8回右にっていうのはさ、一回右にやったら絶対次左に一回やらなきゃいけないわけだから、よくわかんなくなっちゃうよね。ん？でもこれ失敗したら絶対襲われんだろうな。894。え、怖い。え、怖い。ちょっと待って。音を消さして。絶対失敗したら襲われんじゃん、こんなの。音消しました。一応後ろ確認していい？あ、待って、ごめん。電光掲示板だ。先に電光掲示板を見なきゃ。何もないね。後ろも振り向くよ、一応。大丈夫だね。これなんだ？それともこれ普通にこれか移動か。いやでも894。え、やるか。開かないと思う、多分。いや、開くのか。襲われる。開かない。待て、これ始まってる。右に8。右に8ってなんだ。右に8って何？左。とりあえず8回押す？ 1、2、3、4、5、6、7、8。で？左に4とは？あ、いや、待て、これもしかして。左って後ろの扉か？ありえるか？いや、そうだ、そうだ。いや、そうだ、そうだ、そういうことか。左9。よかった、気づいて。もう一回押さなくてよかった。もう一回押したらもうゲームオーバーだったんじゃないか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、次4やれば、開くんじゃない？行くよ。1、2、3、4。オッケー。よかったー。ああ、なんかシンプルに楽しい問題だったな。ああ、よかったー。ああ、安心した。嬉しいな、これは。単純に。喜ばしいですね。ですね、すいません。これで終わろうと思います。ごめん。次回ないかも。あるかわかんない。ないかもしれん。気になった方は自分で買ってやってみてください。あんまり悲鳴最後の最後で上げるシーンあんまなかったけど、これ大丈夫か。まあでもね、引っ越し後の収録っていうのもあって、あんま大声が上げられなかったので、最後に気を使ってくれたのかもしんないね。8番乗り場くんが、お、大丈夫か。穏やかなもんにしとっかってやってくれたのかもしれない。ありがとうございました。これで一旦はとりあえずやめようと思いますので、ありがとうございました。これで切ります。
ー。